見えねえよ。審判何も言ってないけど。ギリギリセーフじゃん。知らんけど。お茶す。すみません、僕カットマンなんですけど、台寄せて。ダメだ。ルール上本来台を寄せることはできない。そしてこのご時世、コードチェンジもなしだ。さあ、マスミやってきたぞ。今日はあれもらうんだ。社長、お久しぶりです。レーナーで、お願いします。おう。補助剤たっぷり塗ってるけど、マイ加工だから問題ない。使い終わったら廃棄しな。メルカリで売ろうっと。お、おい！明日は、明日は。よし、ボールじゃんけん、じゃんけん、ほい！三択で。よかった。さあ。やっぱ三択は安定してるな。そうだね。ありがとうございました。ちょっと。ボールじゃんけん、じゃんけん、ほい。うんじゃ。ダマスで。え、マジかよ。あ、さあ。ずるいぞ。さあ、まあ俺はテナジー 2-0 だけどな。俺はテナジー 2-1 を持ってるけどな。誰？準々決勝、ワッタ帝国対タクチ王国の試合を始めます。お前ら俺と手を組まないか。俺もそのつもりだ。お前も俺もメダルが欲しいしな。終わった。どうだ、騎士。お前、今日決勝で待ってるからな。お前弱いから勝ち上がれないだろう。今日レベル高いし。どうかな。あ、初戦から今日ずっと相手強いんだけど。あ解消、解消。やっぱり決勝戦は俺とお前だな。お前、組み合わせ調整しただろ。おい、ふざけんな。おい、さあ、さあ、さあ、イエーイ。おお、勝ち決まったのペア優勝しました。高校は別々だけど、大学になったらまた一緒に全国制覇しような。足りめだろ。ところで、待った、お前進学先どこだったっけ。野田名電山田高校。え、すげえ、卓球のエリートじゃん。え、卓球、お前は。俺は、割った弱小学校。じゃあ、また3年後だ。お、じゃあな。俺はインハイ3連覇して大学生になったけど、あいつ今頃何してんだろうな。高校生になってから、全然名前聞かないしな。チースだった、久しぶり。左ペンカットマンに会った俺と、もう一度、全国制覇しようぜ。あ、だって。